そもそも虚血性心疾患から心不全に移行していくわけです。はい、虚血性心疾患代表的なものといえば心筋梗塞ですよね。心筋梗塞、心臓の一部が動かなくなる、ね、そういう、まあ、障害を持つ、これが、虚血性心疾患と言われるものなんですけども、心筋梗塞の考え方どうでした？心筋梗塞の考え方、心筋梗塞3種類だったですよね。覚えてらっしゃいますか？心筋梗塞は3種類、はい、これですね、全壁梗塞、後壁梗塞、下壁梗塞。当然ですよね、左心室というのは前壁、後壁、下壁で動いてるわけですよ、ね、で心筋梗塞になってそこの、冠動脈がですね、トラブルがあるとですね、このどこかでですね、動かなくなる部分が出てくるということなんですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。心不全とフォレスター分類がつながる治療戦略セミナーが書籍、動画教材になりました。循環器疾患を受け持ちでも自信を持って働くことができます。内容としましては、心内圧、心不全の評価、鬱血性心不全、治療戦略、フォレスター分類を順を追って学ぶことができ、循環器疾患の病態把握に役立ちます。お申し込みで90分のセミナー動画と何度もコピー可能な問題集 PDF、スライド資料 PDF をすぐにお受け取りいただけます。こちらの動画は縦画面ですが、教材は横画面となっており、セミナー映像が大きくてとても見やすくなっています。おすすめは動画教材となっており、書籍より5000円オフの最安値でご受講いただけます。動画教材の詳細は説明欄をお読みください。